はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。はじめましての方は、はじめまして、そうでない方、お世話になっております。そして皆さん、この動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと待って、これオープニングが壮大すぎるか、なんかちょっと合わない気がするんですけどね。はい、じゃあ、そんなことはさておきですね。今回から、こちらの RPG スクールのゲーム、ドリル魔王、こちらの実況を始めていきたいと思います。まあ、ちなみにこのゲームなんですけれども、まあ、一部を除いて、ちょっと初見になる感じですね。で、このゲームなんですけど、まあ、ギャグゲーらしいんですけどね。まあ、果たしてどういうことになるかは、まあ、見てもお楽しみということで、じゃあ、早速始めていきたいと思います。今となっては昔のこと、人々が争いを繰り返していた頃のお話です。その人々の心の迷いにつけ込むように、悪しき心を持った魔物たちが現れました。魔物たちの力は強大でした。彼らは次々に人間の町を攻め、世界を侵略していきました。ところがそれでもなお、人間は自分たちの間での争いをやめようとはしませんでした。2つの戦争は人類を疲弊させ、このまま世界は魔物たちに支配されるのではないかと思われました。ちょっと神々だな、今日。そんな中、自ら勇者となる愉快な人物が現れました。愉快な？その人物は友を二人引き連れて魔王城に突っ込んでいきました。裏口から。え、裏口？そしてついに魔王と対峙した勇者は魔王と熾烈な戦いを繰り広げました。カラフも勝利した勇者は、しかし魔王はすぐに闇の力を取り込んで復活することに気づいていました。そうなれば、またしても世界はもっと闇に包まれてしまう。と考えた勇者は、その見てもども魔王を彼の城に封印したと言われています。と、対策ファンタジーの予感、嘘も大概にしろ。スタートボタンを押してね。なもんねえよ。あ、ゲームモードか。そうですね。あ、ちなみに初見なんですけれども、まあ、どの辺が初見かは多分実況中で説明すると思います。ゲームモードか。まあ、ちょっと読んでみますね。まず、ノーマルモード。至って普通、あ、至ってノーマルなモードです。特に制限もなく、あらゆるイベントを見ることができます。ノーマルモードでよろしいですか？うん。じゃあ次、もやしっこモード。流行り出し、ん？走り出したらいつも流行りの風にやれる、そんなのだけおすすめのモードです。え？戦闘をとっても有利に進められるアイテムを大量に所持してゲームを始められませす。え？これ5色？注意、このモードでは代わりにベストエンドが乱れない仕様になっています。周回プレイでこの制限は取り払うことができます。もやしっこモードでよろしいですか？まあそうですね。今回ですけど別に、そうですね、普通にプレイしていきたいですし、あんまり制限つけるのもどうかと思うので、まあ普通モードでいきます。そうだ、勇者は誰もいないか。どうやら私は負けて封印されたということらしいな。まあ一応こいつが魔王ってことになるんですけどね。私が人間に遅れを取るとはな。さて今の時代は？なんだ、あれから30年しか経っていないのか。やれやれ、どうもあの勇者とやらそう大した魔法の力を持っていたわけではないらしいな。まあいい、封印の影響で魔力が弱まってるが、業務に支障はなさそうだ。ライラ、ピエール、仕事始めだ、出てこい。しかし、助けは来なかった。あれ、どころか、なんだか生物の気配がほとんどしないんだが、まさか、今この城にいるのは私だけか。部下のいない魔王なんてただの魔じゃないか。いや、一人ぐらいは残っているはずだ。隅々まで探してやる。じゃあ、そんなわけで探索していくんですけれども、あ、ちなみにですけど、どの辺まで行ったかっていうと、最初の、この後のイベントですね。そこに入るところまでしか見てないので、それ以降は初見になります。じゃあ、こっち見てみますね。熱っ！なんだこれ？まだ結界が張られているのか。あ、そうなるんだ。
まあ初見の時はそこ見てなかったんですけどね。じゃあちょっと見ていきましょうか。これは水のタグ入れてみたいだな。まあもちろん今では飲めたものではないが。あれ、すりおんなじか。特にない系か。じゃあ次の部屋。本体に娯楽書の類しか置かれてないというのも問題なのだろうな。あ、ここも同じか。この辺特にないですね。じゃあ次行きますか。炎のペンダントか。魔力が弱っている今はこんなものに役に立つかな。ああ、なるほどね。レッシアか。とりあえず見てみる。能力は上がんないけど、まあいいや、つけといて損はないでしょうから、つけときますか。何も入っていないな。何も入ってない。お、入れてるか。魔力の補給に持っていくか。なるほどね。まあ、あとはないっぽいですね。じゃあ次の部屋ですね。ここでイベントなんですよ。なんで、まあちょっと一旦セーブしておきますね。じゃあ行きましょう。よし、洗い物完了。これで出発する準備は整ったわね。部屋も地一つのコラネを移送しましたからね。来た時よりも美しく。あー、やだやだ、優等生はこれだから。バカ、優等生とかじゃなく世話になった場所を汚して帰る恩知らずはいないでしょうが。それはそれはご立派なことで、なんで敵の異常まで掃除しようなんて気になるかね。うるさいな、勝負なんて仕方ないでしょうに。はいはい、喧嘩終わり。さあ、お城に帰るわよ。ちょっと待て、こら。あ、魔王だ。本当だ、魔王ですね。あら、おはよう。何この軽いノリは。あのさ、一つだけ聞いてもいいか。っていうか、聞かせろ。ん？何？なんで私の部下は一人もいないのに勇者であるお前がこんなところにいるんだ。いやー、それがあのあとね、まあ一応こいつが勇者っていう設定なんですよね。階層入ります。うわ、ちょっと待って、いきなりすごいな。城が崩壊する前に立ち去らないと未来見据えて私走るわ。ちょっと待って、なんか一言多いんだけど。やっぱ無理、しんどい。しっかりしなさいマスター。気づけでボディフルを出すやつがあるか。幾分気分が晴れてきたよね。困る。ちょ、マスター大丈夫ですか。大丈夫よ。それに私はまだ仕事が残ってるしね。そうですね、魔王のやつを閉じ込めておかないといつまた復活するか分かりませんもんね。よし、最後の一仕事、魔風結界。扉閉まったよ。あれ。よっしゃ、封印大成功。あの、今なんか扉がしゃべりませんでしたか。ちょっと待って。ってことは、あら、いいじゃない、結果が分かりやすい魔法で。いや、そういうことじゃないと思うんだけど。そういうものなのか。まあいいか。マスター、長旅ご苦労様でした。二人ともありがとう、私のために。おっとマスター、俺を言うのはまだ早いですよ。家に帰るまでが旅だって言いますからね。あはは、それもそうね。さて帰りま。封印したら出られなくない？なんということだ。ってわけで仕方ないか、私たちも一緒に封印されてたんだけど、私たちのために涙まで流してくれるとは、あなた意外にいいやつじゃない。こんなバカたちに負けた自分が恥ずかしく思えただけだ。バカとは何よ。確かにマスターはいつも肝心のところで常人じゃ考えつかないようなヘマをやらかすけど、清い心を持っているけれども言い難いし、チンチクリーンだけれども、バカとは何だ。私がけなされてる。おのれ、後で塩水につけてやる。錆びるからやめてください。え、錆び。命は剣の精霊だから塩水につけると錆びるの。あー、なるほど。なるほど、聖剣ってやつか。お前が勇者というのも間違いではなさそうだな、不本意ながら。さてマスター、30年も遅くなっちゃったけど、お城に帰りましょうよ。よし、来た。じゃあ行くわよ、魔王。は？
聞こえなかった一緒に行くわよって言ってるんだけど、マスターに負けたとはいえ、仮に魔王監督していないとどんな悪いことをするか分かりませんからね。正気か、なぜ魔族の王たる私が勇者なんぞと一緒にいかにえばならぬ。噛んだ。まあそう言うだろうと思いまして、寝てる間にちょっと細工させていただきましたよ。え、細工？え、へへへ、あなたの右腕にそんな腕は元からついていたかしら。まさかこれは。